大丈夫です。もうそれ、いいですか？はい、大丈夫です。あ、今ですね、あのタイ のパタヤの沖にある、ランドに来てます。で、ランド、まずパタヤまでバンコクから大体どのくらいかといったら車で2時間、2時間半ぐらいかかります。で、そこからパタヤから、ボートで大体20分ぐらいですね。20分ぐらいで、このランドに、来ました。で、意外に人が多いですね。こんなに多いと思わなかった。初めて私はランド来るんですけど、こんなに人が多いかなと思って。で、ビーチ見るとやっぱりパタヤのところよりもやっぱり綺麗ですね。やっぱ海の色とか見ていただくと飛ばれてくるんじゃないかな。で、でも意外にこんなに人がいるんだなと思って、人がいるんだ、びっくりしましたね。で、ちょっとあれ、歩いてみます。意外に道が短い。で、ジェットスキーもできます。さっき確認したら、1500バーツ、だいたい島を一周30分ぐらい一周できるんで、それ1500バーツぐらい、日本円で言ったら4000ぐらいです。バナナボートもだいたい一周15分ぐらいで多分、日本円で言ったら2000円ぐらい、700バーツ。昔は結構欧米人ばっかりだったみたいなんですね。最近は、ね、アジア人が増えてますね。日本人は前から来てるんですけど、やっぱりね、そういう中国、韓国、ね、そういう方がいっぱい来てますね。人が多いです。で、ちょっと待ってください。で、向こうを見上げると、お店ですね。お店が結構いっぱい出てます。なので、お土産とか買ったりとか、あとは、食べ物買うときにいいです。あ、ちょっとだけです。で、こんな感じですね。すごいですね。人がね、これだけいっぱいいて泳いでます。で、月のシェアを、ね、子供たちもこんな遊んでる。浮き輪が張りますね。で、こちらがデッキチェアですね。ここでね、寝そべったりできますね。日焼けしたいならこっちでもできます。